上川大臣は昨日午後、静岡市内を訪れ、自民党県連の県議らが立ち上げた有志の会による激励会に出席しました。会には県議や静岡市議などおよそ40人が参加し、上川大臣は推薦人の状況について次のように話しました。あと一歩であります。あと一歩であります。推薦人の方もチーム要子という形で 今、私と一緒に歩みを進めていただき、推薦人のお願いにも大奔走をしていただいている状況でございます。12日告示の総裁選に向け、上川大臣は、静岡からも知り合いにぜひ声をかけてほしいと支援を求めました。